民主党代表、鳩山幸男社会民主党党首福島みずほ国民新党代表、亀井静香民社国連立政権は、民主党、社会民主党、国民新党による2009年9月から2010年5月までの連立政権。2009年の衆院選で対象した民主党が中心となり発足した連立政権で、自己連立政権から、 政権交代した。1993年の細川内閣以来の、非自民、非共産連立政権である。この衆院選で、選挙協力をし、統一会派を組む新党日本と、新党第一も、連立政権に参加した。その一方で2007年の参院選で、民主党、社民党、国民新党と選挙協力をした、沖縄社会大衆党は、 日本共産党とも選挙協力をしていたため、連立政権に参加していない。2010年5月に、社民党が自主離脱し、民国連立政権に移行し終焉した。民主党代表、鳩山幸男民主党幹事長、小沢一郎、社会民主党党首福島みず穂、社会民主党幹事長、重野康政、国民新党代表、亀井静香、 国民新党幹事長、事件小三郎、内閣官房長官に内定した、平野白文。自公政権からの政権交代を旗印に掲げていた野党第一党の民主党は、仮に第45回衆院選で、政権交代を成し遂げ衆議院で、単独過半数となっても、国民新党、新党日本と統一会派を、組んでいる。 参議院では過半数に届かず、他の野党会派と協力しなければならない不安定な状況にあった。そのため、民主党は共闘している他の野党、特に社民党、国民新党との連立を模索していた。そして、実際に2009年8月30日の第45回衆院選で308議席を獲得し圧勝した民主党は、 国会の衆参両院で第一会派に躍進。改めて、社民党と国民新党との連立政権を樹立させる考えを示し、選挙後に3党で連立政権樹立のための協議に入った。3党の連立協議の中では、外交政策、安全保障政策、環境政策において協議が難航した。特に難航したのは、社民党が アメリカ軍普天間飛行場のキャンプシュワブ沿岸部への移設計画見直しと日米地位協定改定を合意文書に明記するよう要望した問題で最終的に民主党が社民党の要求を受け入れる形となった。9月9日に合意に達し民主党の鳩山幸男代表、社民党の福島みずほ党首、国民新党の亀井静香代表が合意文書に署名した。しかし、 普天間基地移設問題は、結果的に政権の足を引っ張る形となった。2010年5月28日、鳩山は、最終的に、県外、国外移転を断念し、自公政権時代に作られた案に近い、新たな内容で、最終決着とする方針を固め、閣議で、同意の署名を求めたが、これに、福島水保が、最後まで同意しなかったため、鳩山は、 福島内閣府消費者、少子化担当特命大臣を罷免する措置を取った。社民党は、その直前に、福島が罷免されたらもはや連立を組む意味なしとして、連立から離脱する方針を国会議員の中で固めた。5月30日の全国幹事長会議を経て、正式に離脱を決定し8ヶ月という、短い間の3党連立は幕を下ろした。以降、 2012年12月の第46回衆院選で大敗して下アするまでは民主党、国民新党の二党連立による民国連立政権だった。ありがとうございます。